キャプテンマーベルは、シャザムとしても知られている、架空のスーパーヒーローで、もともとは、フォーセットコミックス社が発行し、現在は、DC コミックスが発行している、アメリカンコミックスに登場する。アーティストのシーシーベックとライターのビル・パーカーが1939年に、このキャラクターを生み出した。キャプテンマーベルは、フォーセットコミックス発行のウィズ・コミックス2号に初、登場した。 彼は少年ビリー・バットソンの分身であり、魔法の言葉、シャザム、と唱えることで、超人的な力、スピード、飛行などの能力を持つコスチュームを着た大人に変身することができる。主な宿敵である、ドクター・シバナ、ブラック・アダム、ミスター・マインドなどのザ・モンスター・ソサエティ・オブ・エビルとして連携している悪党たちと戦う。初期においてはコミックのタイトルでもあった。 和訳表記については、キャプテン・マーブルなどの表記揺れもある。なお、マーベルファミリーもコミックのタイトルである。本校では、マーベルファミリーのメンバーであるメアリー・マーベルと、キャプテン・マーベル・ジュニアについても説明する。初登場は1940年2月発行の、ウィズ・コミックス第2号。出版社は、ホーセット・コミックス。1939年に、 シーシーベックとビルパーカーによって創造された。思春期の幻想を生かすという前提に基づき、ビリー・バットソン少年のウルターエゴとして、キャプテン・マーベルは設定された。フォーセットシティに住むビリーの職業は、ウィズ・ラジオのアナウンサーである。時空を超えた永遠の岩に住む魔術師・シャザムにより、前の戦士に選ばれた少年ビリーは、シャザムという呪文を唱えると、魔法の稲妻に打たれ、 6人分のスーパーパワーを持った大人のスーパーヒーローに変身する。メアリー・マーベルとキャプテン・マーベル・ジュニアのように幾人かの友人や家族もビリーの能力を共有しており、マーベル・ファミリーという仲間を有している。メアリーも変身の際には同じキーワードを使用するが、キャプテン・マーベル・ジュニアの場合は、キャプテン・マーベルである。なお、キャプテン・マーベルとマーベル・ファミリーともに、 スーパーマンの盗作と DC コミックスから訴えられており、1950年代には売り上げが落ち廃刊となっている。DC が判権を取得したのは1970年代であり、この時、マーベルコミックが社名などでマーベルを商標登録していたため、キャプテンマーベルの使用を避け、シャザムに解体された。2011年より開始した DC コミックスの リニューアル展開ニュー52ではヒーローの名称もシャザムに改められた。本名、ウィリアム・ジョセフ、ビリー・バットソン・ビリーの両親は考古学者であった。二人は、ビリーとメアリーという幼い双子を連れ、エジプトでラムセス二世の墓を調査していたが、助手のテオ・アダムにより殺害される。姉と離れ離れになり、ビリーは父の弟であるエベネザーに引き取られたが、 彼の目当ては依存であり、ビリーは追い出されてしまう。ビリーは、ーセット式で、新聞売りとして、生計を立てるようになったが、ホームレス同然で、地下鉄の駅で夜を過ごすことも珍しくなかった。ある夜、地下鉄のトンネルから、謎の男が呼びかけてきた。ビリーが誘いに乗ると、そこには、ルーン文字やヒエログリフが刻まれた、壮麗な列車があった。列車は二人を乗せて、 地下を走った。到着したのは洞窟の入り口で、そこには7つの大罪を偏った石碑が並んでいた。洞窟の中には数千年にわたる人類の守護者、魔術師シャザムが待っていた。シャザムはビリーを後継者と認め魔力のすべてを与えることにした。こうしてビリーは6人の神々の力を発揮するキャプテンマーベルへの変身能力を身につけたのだった。そして、 あとに、謎の男は、ビリーの父親の幽霊だったと判明し、ビリーは姉を探す決意を新たにした。ラジオのアナウンサーとなるのはこの後である。キャプテンマーベルの能力は、彼ら6柱の神々に由来するとなる。なお、英知、合力といった形容は、DC キャラクター大辞典による。姉のメアリーは、メアリーマーベルに、友人のフレディは、キャプテンマーベルジュニアに変身する。 ジュニアのパワーは彼独自のものではなく、キャプテンとメアリーから分け与えられたもののため、彼らがジュニアと同時に変身していると、それぞれのパワーは半減してしまう。ありがとうございます。